ブランドン・カイル・フィネガンは、アメリカ合衆国テキサス州フォートワース出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB の新シシナティレッツ参加所属。2011年の MLB ドラフト45巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、この時は入団せずテキサス・クリスチャン大学に進学。2013年には、第39回日米。 大学野球選手権大会のメンバーとして来日している。2014年の MLB ドラフト一巡目でカンザス式ロイヤルズから指名され6月28日に契約。入団後は参加の A 級ウィルミントンブルーロックスと AA 級ノースウェストアーカンソーナチュラルズでプレー。マイナーでは2球団合計で13試合に登板して0勝4敗、防御率1.33。 26脱三振を記録した。9月1日にセプテンバーコールアップでメジャー初、昇格。9月7日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューしたが、これは2014年のドラフトで指名された選手の中で最も早いメジャーデビューとなった。同年メジャーでは7試合7.0インニングと出番こそ少なかったが、防御率1.29、投球回を上回る1 3三振を奪った一方で、 ヨシキューはわずかに1と実力を発揮した。ロイヤルズは同年29年ぶりにポストシーズンに進出したが、フィネガンもメンバー登録された。9月30日のオークランドアスレチックスとのワイルドカードゲームでは延長10回表から6番手として登板し、2.1回を投げた。12回表にアルベルトカヤスポに勝ち越しの敵時打を打たれたが、 後続を変わったジェイソン・フレイザーが抑え、その裏にチームは2点を挙げて逆転でサヨナラ勝ちした。10月3日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとのディビジョンシリーズ第2戦では延長10回裏から4番手として登板して無失点に抑え、11回表にチームは勝ち越して逃げ切ったため勝利投手となった。2015年は開幕を マイナーで迎えたが、4月25日にメジャーへ昇格した。メジャーでは14試合に登板して、防御率2.96、3勝無敗、ホイップ1.19という好成績をマーク。2015年7月26日、ジョニー・クエトと金銭のトレードで、ジョン・ラム、コディ・リードと共にシンシナティレッツへ移籍した。レッツ加入後は、リリーフではなく、先発で起用され、 6試合中4試合で先発として投げた。防御率4.182勝2敗、ホイップ1.23というスタッツのほ十23.2イニングで三振を24個奪った。トータルでは20試合に登板し、うち4試合が先発登板、防御率3.56、5勝2敗、ホイップ1.21、21死球、45、脱三振という成績を記録した。 2016年、メジャー3年目で初めて、フルシーズン先発ローテーションに定着し、31試合に先発登板。リーグワースト2位の84支球を出す、制球面での課題はあったが、防御率3.98、10勝11敗145、脱三振、ホイップ1.36というまずまずの成績を残し、低迷するチームにあって、ローテーションの中心的存在の一人として、 力投した。2019年3月28日にィーフとなり4月2日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ルイビルバッツへ配属された。ありがとうございます。